はい、続きからやっていきたいなと思います。どうも赤井窓氏と申します。今回ねちょっと音をちょっと小さめにしたんですけれども、どうでしょうね。ちょっと僕もこの後調整する聞くんで、要まあ正直ね、なんかあんまり僕自分の動画見ないんですよ。でなんかある日ちょっと、じゃあちょっと見てみようかなと思ったら、うるさいですよね僕の動画。なんかおーっと入っちゃった。おー、トイレ、休憩室女性と書いてある。え、おーっと、なにこの音、それだけ。メイド姉ちゃんの入れた紅茶最高。お前は男じゃないの紅茶か。皆さんはどっちですかね。コーヒー派と紅茶派に分かれると思うんですけど、どっち派ですかね。僕は、どっちかというとコーヒー多いですね。あ、僕コーヒーは大好きですよ。そこにおられるとまずいですよ。まずいですよ。そうです。よーしよ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 し。男いけるんかな？男男。お、コンロ。また短い棒とか使って、燃やせるのかな？そういえばシンク、シンク結局使ってないよね。よいしょ。こちらのご機嫌よと。あの野郎。チャラーることを利用して、あっちに行ってしまったかと。に向きたいですね。でもね、まあ男からするとね、昔、子供の時はね、逆になんか、まあ、お父さんがいなくてお母さんしかいない時に、個室はまあ女性用のところに行くと思うんですけど、やっぱ男の子はやっぱ男の子って感じなんですよね。その、なんか、女のところに行くのがちょっと嫌だなっていうのはあったんで、そこまで、あった。なぜか今と同じぐらい。ほうほうほう。あ、そういうことね。はいはいはい。はい、そういうことね。邪魔だ！さて。ちょっと面白くなってきたんじゃないかな。よいしょ。おお、見た。なんだなんだ。よっしゃ。鍵穴、観察する。おお、正円形。あ、無理だ。さて。でもね、ちょっとありがたいことに、この動画も、パート1が200回再生されて、多分、お、ん？なんだこれ。あ、針のついていない。あった。終わり。うん。なにこれ。まあ、すやじるし、離れる、ほうほうほう。そういうことか。またパズルか。よいしょ。考えよう。なにこれ。なんか変なものが出てきた。え、なになに？どこ？月？月？あ、はい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 、そういうことね。そういうことね。これはこう、こういうことやね。はい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 。そしてダメだ。あ、そうやね。そうやね。さあ、やってやろうじゃないかと。赤本やってやろうじゃないかと。よいしょ。まず、ここやろ。で、これ黙っちゃうね。こうやって、あ
あまあ。あ、ダメだ。ん？ダメか。あ、ダメだ。リセット。リセットというかもうカットですね。イエーイ！イエーイイエーイイエーイ。イエーイ。さて、あおっと。お、問題答えよ。はい。以下の文を読めよ。間一髪のところでしたね。あのガキどもも全く何を面白がっているのですかと。上司がそう言いながら、彼の頭を優しく撫でた。兄さん、ありがとうよ。あなたがいなければ、私はもう人間の子供たちに殺されるかもよと。そうだ、兄さん。例として私と一緒に竜宮城に行けませんか。もうそんな大したことしてませんよ。竜宮城って海底にあるでしょ。人間では行けませんからね。と。ある伝説の水着が存在するのです。あ、するのを知らなかった。でも、竜宮城のこと考えると、これじゃないの。ちゃうんだよね。あ、近いんだ。間一髪。あの書き事も全く、ほうほうほう。はい。はい。なんでしょう。え！わかんねえ。ね。皆さんわかりました。私は、今から、考えるタイムを設けたいなと思います。それでは、二度目のカット。皆さん、わかりましたか？謎が解けましたよ、私は。だから、亀は、当たってたんですよ。で、頭文字、間に、もっていうことは、間に、もう入れたらいいよっていうこと、っていうことやから、答えは、カニもではない。これではないのか。どうでしょう。よし。さすが。めっちゃ悩んだけどね。謎を解けよう。バット234の読み方を変えて数字にすれば。ほうほうほう。なんだろう。バット。バットの読み方を変えて文字にすればバット234。これはまたか、またカットか。すいません。ちょっとわからないんで、頑張って探索します。わかんない、マジで。最初、B って2番目だからっていう感じかなと思ったんですけど、でも違うっぽいんですよね。だって、だったら A は1でなきゃいけないし、ん？お、冷たい？それだけ？進めないの？進もうぜ。なんだ？なんだ？なんだ？ここ、ここからジャンプ。ここからジャンプ。あと何がある？なんだ？あ、あ、じゃあわ。わー、わー、かんねえ、マジで。あと、言い方って言われたから、B とかっていうのも考えたんですけど、でもだからって言ってっていうのが正直ありまして。なんかヒントないですか？
ヒントないですか？さて。さあ、どうしよう。私は困ります。これ。あ。へえ。あ。知識のやつのやつを。どうしよう。さあ、どうだ？どうだ？もう私はだいぶ困ってますよ。あと何ある？時計の謎もわかんないんだよな。おっとっとっと。扉閉まってる？なんで？お、いた。ん？あ、あれ、謎解きじゃないんか。ひょっとすると、なんか、4ステージありますよっていうことか。そういうことなの。え、じゃあ俺、行ってはいけないところをひょっとしたら行ってた、ひょっとして。お、いた。おー。まあ、ジャンプでなんとかなるやろうなと思ってんだけどな。さて。あ、そうだ、その、ちょっとだいぶカットしたんで忘れたんですけど、この動画ちょっとね、パート1 200再生していただいて本当にありがたいなと思うんですけど、そもそも僕マジックの動画が、をメインにしてたんですよね。こう、まあ、趣味のマジックをちょっとでもちょっと皆さんに通じればなと、見てなんか楽しいなと思っていただければいいなと思ってたんですけど、まあ、伸びない。伸びない。20再生とかが多いだけですね。で、まあ、ちょっとね、やらしい話ですけど、さりげなく戻るという。某有名アニメのトランプがたまたま見つかったんで、それを使ったマジック、おお、赤い、のマジックを考えてたんですよね。動画上げたと思うんですよ。よかったら見てください。でも、それでも全然伸びなくて、うん、やっぱりなんか有名アニメやからって言って伸びるわけではないんだなと思いながら。最初僕、あれやと思ったの、僕のそんな知名度が少ないから、まあ、伸びないんだなって思ってたら、そうではないんですよね。というか、さあ誰か、美少女発見。勝手に女の子にしてるけど。お。失礼じゃった。なんだす？何もないです。正解。全員お腹空いてるのか、ひょっとしたら。馬温泉。そのまんまやな。さあ、馬温泉のことについてちょっと聞いてみようか。ねえ、やっぱりなんか言う、ね、うん。なんか皆さんゲーム好きなんですね。フリーゲームとか。よいしょ。せーねーと。かわいいだじょ？無人馬。温泉大好きだぜね。怒られるかな。小屋の風景、綺麗だすね。終わり？ヒントない。ヒントくらい。全員お腹すいてるやん。何か食べさせてあげようよ。どないしょう、どないしょう、どないしょう。さあ。積んだかな？よいしょ。うわぁ、天空やな。よいしょ。さあ、だいぶちょっと困ってますよ、私。あともう一個あるんやったっけな。賽銭箱。さあ、どうでしょう。ラス1ですよ。
じゃん。問題は、なんだったっけ？あ、これか。じゃん。なんか未来っぽいね、ドア。研究家。おお、なんか軽快な BGM。よいしょ。薬品 A。チーズ分ってなんだ？粉末 B と液体 C を入れればと。チーズ分ってなんだ？パスタか。三回チーズを食べないと頭が割らない。チーズ、チーズ、チーズ。君は誰なのかと。君のような可愛い女性はいないはずだ。まあまあ。見学にした高校生と。タカコ。タカコ。ほうほう。ちょっと、お、嫌な予感がするな。嫌な予感がするな。考えておきます。はい、ごめんなさい。ごめんなさい。皆さん、チーズ好きですか？僕はね、本当に、多分、この研究員と同じぐらい大好きです。なんか、4種のチーズとかそういうのめっちゃ大好きで、ピザとかもめっちゃ食べるんですよね。よいしょ。さあ、気候ではないか、チーズ、同じチーズ好きとして。ほう。ほうほう、け。だから、牛乳を持ってくればいいか。他ちょっと探そう。研究とかってね。よいしょ。おお、見た。なにこれ、機械。D の子。結果はさ、どういうこと？ D の4。A。え、ひょっとすると、さっきのやつの答えって、これなんかな？さて。さあ、じゃあ、多分、まあ、冷蔵庫やろうな、行くとしたら。ということで、こう、左の上に、牛を入れて、牛乳って言えよな、ボタンを押してしばらくすると、右から地図が出ます。じゃあ、そこまでカットしますか。じゃあ、カット。はい、ということで、多分、ここにあるんじゃないかなと思うんですけど、初期棚か。一応ケーキ取っておこう。あれ、ないの？嘘、ないの？え、マジで？マジでないの？え、ちょっと待って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 、牛乳の代わりってなんだ？牛乳の代わりにあるものが、他に、なんだ？なんだ？どこだ？どこだ？考えろ。赤窓が、考えろ。犬を、って牛乳出せたっけ？よいしょ。ぬぐるみだもんね。あとどこ、何がある？何がある？馬かな？馬かな？え、そんな、そんな馬のやつをチーズにできるもんなの？ということでちょっと戻ります。馬の乳ください、と。馬の乳ください。すいません。すいません。馬って乳出ま、そもそも出るよな、基本的に。あれ？嘘、終わり？え、嘘？迷った？完全に迷ってますよ。嘘、俺こういうの初めてやからさ、フリートークとかできへんタイプやねんで。
他にちょっといろいろ探してみましょうかね。ちょっとじゃあ神殿があるところまでカット、もうカットしまくりですね。お、神殿がありそうやけどなんか怖そうやな。どっちだろう。食べてワンナップしてやられてもまたいけるみたいな感じ。死んじゃっ、おう、おう、人参があった。あ、おう、おう、ごっそり。基本的に毒なんだね。しかし毒キノコ食べても平気で。あ、ではないんだ。あ、よいしょ。嫌な予感がすんねんな。おう、あ、だから人参取ってあげればいいのか。あと何ある。これは話しかないんだよね。間違えた。さて、ちなみに皆さん、あの、キノコは食べれるか食べれないかで言うとどっち派ですかね、皆さんは。僕はね、好き嫌いとか全くないタイプなんで、もうその椎茸ってなんか好き嫌い多い、なんかすごいって聞くじゃないですか。でも僕は逆に椎茸大好きで、あの、すき焼きとかの、どれ、あ、これやったっけな。すき焼きとかに入ってる椎茸とかあったら、もう、自ら、食べたいと思って、こう、取るタイプですね。なんか、だから、僕、椎茸はなんか、美味しいものやと思ったんですけど、なんか、みんなが嫌い、な、匂いが無理とかって言われた時に、え、マジでって話を、ようするんですよね、僕。あの、レバーとか納豆とかも、匂いを、あ、おう、やったね。え？何その、ついで感。オッケー。これ、で、嫌な予感がすんねんな。で、はい、痛い。恩は誰返しやがって、お前ら。これ何も死んでなかったら切れるぞ。まあ、そう。無人馬に虹あげたんだぜ。ありがとう。無人の馬の父あげる。よっしゃ。で、結局これか。ちなみに、進展するかな。一緒か。あかんか。さて。さあ、でも、牛の乳って、あ、じゃあ、馬の乳って、美味しいんですかね。まあ、これ、つうか、そもそもこれ、なんかね、あの、珍しい感じの牛乳として売られてるんですかね。お肉はあるじゃないですか、馬の。なんか桜でしたっけ。あれ美味しいですよね。話はちょっと違うかもしれないですけど。よいしょ。出た。僕ね、あ、ちなみに僕あれですよ。肉やったら基本的に大好きですから。レバーとかバクバク食うし、あの、ジンギスカンとかも、もう大好きですからね。なんか、たまに僕しかレバー食べる人いないからっていう理由で、よいしょ。レバーしか食べへんっていう理由で、その、まあ、レバー出てきたら僕専用になるんですよね、基本的に。で、あ、間違えた。わはは。で、その時に、その、友達にカルビと嘘ついて、レバー渡して、めっちゃ怒られるっていういたずらは用意してました。あ、間違えた。これは月だ。こっちかね。あ、オッケー。そ
そう、レバーもね、僕大好きなんですけど、肉の中で一番好きかもしれないですね。さて、そういう話は置いといてチーズを作りたいなと思います。これケーキでどうなる？あかんか。これね。いけるかな？すっげえ、すごいものができそう、できそうやったな。はい、できたよ。触ってくる。臭っき？お、臭いんじゃないの普通。あ、それ言い忘れた。体操着に着替えた理由としましては、ロープ登るときに、なんか体力のあれで、体力がなんか6以上ないとダメですって出たから着替えました。おう、そこまでのこじゃない。でも甘みのあるチーズ。へえ、あ、よかったね。へえ、そうなんや。へえ、チーズにまあ、向き不向きってあるんすね、やっぱり。五円玉？にゃ、おお、じゃあ、ありそうやな。終わり。なるほど。じゃあ、五円玉使えるの、でも、ちょっと、これのちょっと謎をちょっと解いてみたいなと思います。ちょっと一回、カットします。はい。さっき問題の方を見てきたら、BAD。そしてその時の数字が234って書いてあったんですよ。だから、B は2、A は3、D は4っていう風になってたんで、ひょっとすると、ここの、そのさっき言ってた、先見つけたここの、あれにこう一致してるんではないかなと、僕の赤窓の予想でございます。ね、赤い魔導士の由来を、ファイナルファンタジーだと思っている方が多分いっぱいいると思うんですけれども、違います。これ、まず一個、風。で、A の3、蓋。二重でした。じゃあちょっと二重が分かったところで行ってきましょうか。よいしょ。おお。ん？変わった。現地の人ってこんななんか舌出して、うん、まあちょっと。言葉のあれの感じで考えるとちょっと言えませんが、こんな顔するかね。お前やろ？上書きは、あ、そういうことか。じゃあピンチじゃん。うん、俺もドキッとした。いやー、あ、つうか、ロープがあった。ちょっとロープを取りに行こう。ガラクタ、ロープ。なにこれ？四色地図。あー、なんかあったな。わかんないです。なんでここにあんねん。ほうほう。特に細かいことは書いてない。じゃあ、二重のところちょっと行ってきましょうかね。さあ、まあ、カットする余裕、まあ、真似るのもあるでしょう。僕のフリートークで。とりあえずね、フリートークの練習のためにね、謎解き以外のカットはあんまりしないようにはしてるんですけどね。さて。よいしょー。謎解き、だからゲーム実況。正直ね、僕ね、これを選んだこと、初心者がこれ選んで大丈夫だったかなって思いながら。
読み方を変えて数字。だから二重だから20ってことじゃなくて。やったね。さあ、ラストですよ。嫌な予感がするぞ。めんどくさいカットー。今思ったんだけど、更衣室、まあなんか人に見られるのが嫌やから、着替えるのは、一人の方がいい、更衣室の方がいいって言ってたけど、いるよね、二人。いいのか、それはいいのか。まあいいや。じゃあ、行ってきましょうかね。あ、間違えた。行ってきましょうかね。さて。さあ、そうだ。まあ、せっかくなんで、僕の名前のあれでもちょっと言おうかな。まあ、赤魔道士っていうのがね、ファイナルファンタジーにもあるんで、まあ、そっから取ったんかなっていう方、思われる方いっぱいいると思うんですけど、赤はね、僕が純粋、おっと、左は火、右は険しい川。しかし、ほうほう。どういうこと？何もしない。何これ？適当にやったらいいんかな？でも、これっぽいねんな。ダメでした。ごめんなさい。さあ、三分。二つの皮。あ、だから、なるほど。究極の選択みたいなもんなんですかね。迷うなって言われましても。なに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 、怖い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 。ほうほう。ほう。ぶ。なに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 。なになになに。何？なんか怖そうなやつがありますけど。さあ、じゃあ、まあ。何これ？二辺による図を、どことどこと。ではないんだね。どこだよ、どこだ。じゃあ、まあ、まあ、まあ、切りもいいところやと思うので、今回は、ここまでしましょうかね。じゃあ、この看板読んで終わりにしましょう。勇気の瞬間、一歩踏み出せよ。はい。じゃあ、これはどういう意味なのかっていうのをちょっと考えながら、行きたいなと思います。もし面白かったなと思ったら、高評価ボタン、チャンネル登録していただければ、私は喜びます。まあ、この動画だけではなくて、他のゲーム実況、マジック動画など見ていただけると私は喜びます。それでは、今回はここまでということで、それでは、バイチャー。